キーチャンネルご覧いただきありがとうございます、はい、さあということで11月は日本代表パナマ戦そしてメキシコ戦と2戦ありました。北澤さん、改めて2戦の総括をお伺いしたいんですけれども、うん、まあ良い部分で言うとなかなか招集をかけて大変な中で招集をかけて試合に出ないで終わっていくっていうこともこれまで多かったんですよ、うん、寄った選手だけ使ってっていう。ただ今回ほとんどの選手を使えたということは、うん、まあ1試合目2試合目とメンバーがかなり入れ替わってもその層の厚さを感じる印象は持てたと思うんですよね、うん、それはこう最近経験をこの代表の中で活動の中でしてるということが大きな理由になってるんじゃないかなって。もちろんいろんなクラブにみんながチャレンジすることによって力が成長してきてるからそれもできてるのかもしれないですけど、やらせないとそれって感じられないから、はい、そういった意味ではこうラージリストの中にいるけどもいつでもチョイスできる状態になってきてるなっていうのは成果としてはありましたけどもね、うん、ただじゃあ試合の中でその力をどうやって発揮させるかっていうところがこの勝負に対して必要なわけじゃないですか、はい、そこでは多少もう少しやっていかなければいけないなっていう感じは見えましたけどもね、うん、代表メンバーの招集は、ね、海外組だけで今回構成されましたけれども、うん、その層の厚さという意味ではどうでしょう。例えば J リーグから、いやもちろん選ばれる可能性の選手って、うん、増えたと思うし、はい、で今や東京オリンピックに向けても、うん、こう経験を踏んできているので、はい、選ばれる A 代表にやっぱ選ばれる入ってくる選手も増えているので、うん、すごく厚みを持った層にはなってきたなというのはありますよ、うんうん、特に良かった選手ですとか、まあ、この2戦経ていかがでしたか。印象に残った選手、まあ、前回の1ヶ月前もそうなんだけど、はい、やっぱ使えば使うほど鎌田選手の存在感はやっぱ上がってきてるなって印象はありますよ、うんうん、であとはやっぱり遠藤の存在感っていうものも際立ってきたなと思うし、まあ、プレーとしてのやっぱ柴崎選手の安定感みたいのはすごく出てきたんじゃないかなって思いますよ。でちょっと点を2戦目取られたかもしれないけどやっぱここは硬い、はい、もしくは硬いからこそまだまだこうチーム作りとしてのピーク時はまだ早いと思うから、うん、ここに割ってこれる選手たちがやっぱ増えてくるっていうことも必要だっていうことで、まあ途中から入ってきたじゃないですか。あ、橋本とかもね、はい、やっぱもっとここに関わってこなければいけないのかなと思う、うん、こういうところにね、うん、ここのところで攻撃のところは結構変えてるからね実は。そうですね、うん、1個気になるのがワントップもね、鈴木選手、うん、浅野選手というメンバーでしたけども、そのあたりはいかがですか。今シーズン始まってコンサドーレでやるたびに点を取って、うん、MVP クラスの働きぶりをしてたんですよ、はい、鈴木武蔵選手で今日なんかも、まあ、攻撃陣で最初に変えるならばもしかしたら鈴木武蔵選手かなって最初の立ち上がりで感じたの。まだこう、はい、ボールが収まってこないっていうか、うん、1個持ちすぎちゃってからパスをしたりとかしてるから全体的なそれ以外の人たちの組み合わせと鈴木選手だけまだうまくマッチしてないなっていうのがあったんだけど、うん、けど途中から良くなってきました、はい、起点になってきました。鎌田選手との関係性も良くなりました。だけど変えるんだったら鈴木武蔵かなと思って変えたんだけど、うん、鈴木武蔵の存在感がやっぱり必要だったなと思わなかった。思いました。ということはやっぱり成長してきてるんだと思うんだよね、うん、だからもしかしたら使うことでその成長が見えたと思うの、はい、だから使わないといつまでたっても大迫選手の後は誰なのみたいな感じになるわけだよね、はい、だからそれは少しずつなんか埋まってきたのかなっていう感じはした。だからこれは試合2試合があるからできたことの理由にもあったと思うし、うん、1戦目は南野っていうワントップをもしかしたらゼロトップ気味でやってこれも一つのオプションだったかもしれないけど、はい、今日のような押し込まれた状況の中では、うん、あんまり効果は出なかったっていうことはちゃんと覚えておかなきゃいけないよね、はい、まあ選手を保護する怪我をさせたくないっていう中で時間のマネジメントで選手を使っていくっていうことも俺は大事なことだと思う。ただ一方であの試合の流れの中でなんかこの
メキシコの対戦ってさ、結局そのペースをどこのタイミングで握って変わったかによって勝敗が動くわけじゃない、はい、そこはもっと監督の手腕の中でやらなければいけないことだったかもしれないね、うん、あと5分は俺あのまま見た方が良かったかなってふうに思った。メキシコ戦ですね。メキシコ戦2戦目はね、はい、1戦目は格下だから、うん、もうちょっとなんかこう流れの中でのゴールの回数が増やさなければいけない、相手のペースになんとなく飲まれてしまったっていうところがある。だから今日もしかしたら相手のペースに結局持ってかれたわけだよ、はい、だからあそこでそのペースの違いだったりとかに気づいてアクションをかけられるプレイヤーが出てこなきゃいけないのかなと思ったけどもね、うん、そこがもしかしたら大きな課題かもしれないね、はい、うん、ということで改めて2021年3月の次の試合までどう過ごしていけば良いでしょうか。まあ今活動としてやれてるのは各チームでプレーをしていくしかやっぱないと思うので、うん、代表の活動もこの年内この4試合だけで終わったわけでしょ。そうですね、うん、本当少ない、こんな年なんかないわけだから、うん、そういったことを考えるとチームでの活動はないから、はい、それぞれ所属したところでプレーのクオリティ、うん、で特に海外にいる人たちは自分の主張をしていかなければいけない、はい、自分の存在価値をやっぱり出していかなければいけない、そのアクションをかけることがそのリーダーに近づくところにもなると思うので、うん、ピッチ上のリーダー特にこの辺、はい、まあ、ここはその主張が強いと思うんだよ、うん、だけどそれも年齢関係なしになっていけばいいと思うよ、はい、だったら久保がいたからペース変えられたよね、久保がこうしようぜって言ったからそう変わったよねっていうのは年齢関係なしにやってくれていいかなって思いますよ、うん、でプレーとしては出すかもしれないけどもっと日本人同士だったら言ってってもいいかなって思うかな、はい、うん、ここの辺は、うん、そういった存在が出てこなければ今日のなんか試合はやっぱりメキシコに持ってかれてしまうんだろうなというふうに思ったけどね、うんうん、それぞれのチームの活動を通してそのリーダーシップですとか主張の方を、まあ、うん、強化できたらということですね。だってあそこなんとなくこう見ててペースの移行が分かんなかった、うん、前半もそうじゃん、はい、なんとなく日本なんだけどふっと抜いた時にメキシコに持ってかれたじゃない。うん、そうですね、うん、やっぱりああいった流れを変えられてしまう、流れが変わってしまったポイントに気づいていかなければいけない。それがもしかしたら決定的なチャンスを決めたか決められなかったかっていう話し合いになれることが多いと思うんだよ、はい、今回って。じゃあ武蔵君が決めてれば、鎌田が決めてればって話かもしれない、うん、けどそこは技術的な問題のなんかこう問題じゃない。それもやんなきゃいけないけど、コーナー終わった後のふっとなんか力が抜けたような感じで相手はそれを見てグワッて攻め込んだってところが前半にあったわけじゃない、はい、ああいうのは俺気づいていかなければいけないと思うよ、なぜ流れが変わったのか、うん、で後半は意図的に変えられたんだよ、はい、メキシコに広げられて、うん、で前半はパスパスパスの組み立てのメキシコだったんだけど、広げることによって1対1する局面がこう増えて、うん、サポートする選手ができなくなるぐらい広げられるわけだから1対1が仕掛けやすくなったわけ、はい、で日本の得意とする組織のカバーができなくなったっていうことに対してなんだろう違いを見せてきたメキシコなわけだから、うん、1対1の局面にさせられたとしても1対1で勝てるぐらいのことのやっぱりこう強化をしていかなければいけないっていうことは見えたんではないかなと思いますけどもね。ちなみに北澤さんだったらそのちょっとまあ流れが変わってしまいそうなタイミングに気づいた時どう行動していたんですか。時間を取った方がいいと思うの。簡単に言えば1回ボール切っちゃうんだよ。うーん、でこうしようっていう時間を流れの中で作れないじゃん、はい、バタバタしちゃって。だから捨て球とかを入れて1回上げたじゃん、いや入れて全体を上げられたじゃん、はい、こういった時間帯を作るとかずっとこの辺でやられたら多分やられてどうするって話になっちゃうみたいな、うん、そういったことがやっぱりあったと思うし、一回切ったりとかしてこうしようっていうことを作る時間がなかったでしょ、はい、切りで見えなかったのかもしれないけど、はい、けど切った中で監督がそれを言う、ピッチ内で言うっていう状況をもうちょっと作らないと、うん、やばいなと思ったら俺切っちゃってもいいと思うよ。けどそれでも繋ごうとしたじゃん、はい、で取られてまた繰り返しみたいな、それ10分繋がってたところのやり方は必要だったかなと思うけどもね。なるほど、そういう時間を作る、うん、ということもできるんですね。あとは日本人の人たちがそのゲームの流れに気づかないまま進んでいってしまうっていうことは、うん、あれだけ試合の流れが変化してくるんだったら、うん、そこをもうちょっと察知して変えられる、うん、意図的に変えられるようにしなければダメかなというふうに思うけど、うん、では最後に
来年3月のワールドカップアジア二次予選再開に向けてメッセージをお願いします。頑張りましょう。しか言えないよ今の流れって、今の課題点ってすごく難しいんだけど、常にやっぱ試合にあることだから、で見方としても決めた決めないじゃなくて、やっぱゲームの流れがどうやって変化していったのか、そのゲームの流れに対してメキシコやっぱそこに力をかけてくるっていうのを見ていかないと、まあ見る側もやる側も変わってこないことかなというふうに思いますけどもね。わかりました。けどワールドカップ予選ですから、うん、来年は負けられないですね。負けられない。でスケジュールがいろんな状況で変わってくると思うので、それに対して、まあ、選手対応していくのは大変だと思いますけども、まずやっぱ選手の皆さんに頑張っていただきて、いい試合いいプレーが見れればなと思いますけどもね、はい、ということで皆さん、キーチャンネル少しでもいいねと思った方はいいねボタン、そしてね、はい、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。北澤さん、ありがとうございました。